やめてくれ。こんばんほいほい、ミステリー案内人です。こっちへさん、待ってください。この子は私を頼ってきてるみたいですよ。お話を聞いてみましょう。まさかそんなことってあるの？ふう、危うく踏み潰されるところだった。僕の名前はおじい、案内人さん。実は僕の仲間たちが人間たちにある実験台にされそうなんだ。早く来てくれないか？わかりました。何があったのか早速行ってみましょう。コツエさんも来てください。それだけは嫌。ガイコツ、あなた行ってきなさいよ。え、僕？ここです。ここで今僕たちを使った実験が行われているんだ。どんな実験なんだ？僕たちは放射線にどこまで耐えられるか調査がなされててね。よし、じゃあまずは線ラジアンから行こう。スイッチオン、ポチッとな。やばいよやばいよ。慌てるでない。時が来るまで普通にしてればいいんだ。案内人さん、線ラジアンってどうなの？線ラジアンといえば、人であれば10分で致死量に達するレベルです。おじいの仲間は大丈夫なのか？ふむふむ、線ラジアンの放射線ではビクとも先手わけか。そう、僕たちもこのレベルならちょっとくらいなら耐えられる。残念ながら安心はできませんよ。放射線を浴びてから30日後には生き残りは半数ほどになっているはずです。そんな。お次は1万ラジアンだ。結論としてはここまでは大半が生きながらえたんだ。しかし次は10万ラジアンの実験を行おうとしている。さすがにやりすぎだ。そうですね、10万ラジアンを浴びても少しは生き残る可能性もありますが、時間が経てばさすがにゴキさんたちは全滅です。どうするの案内人さん？私に考えがある。てや、今のは何？ゴキブリ手裏剣です。中にいるおじいさんの仲間とすり替えました。さあ逃げますよ。わしは助かったのか？無事でよかった。ではひとまずここから出ましょう。ありがとう、助かったよ。みんな元気だね。ところでさ、ゴキブリってどんな生活してるの？僕もゴキブリになってみたい。じゃあゴキブリになってみましょうか。ぷよぷよぷよのぷよ。1、ゴキブリの生活。いやー、いざゴキブリになってみると身体能力の高さに驚かされるな。だろ、僕らの足先からはベタベタする粘液が出ている上に鋭い爪もある。だから壁だってこの通り自由に動き回れるんだ。まるでジェットコースターに乗っているような感覚だ。まあ僕たちは時速170キロで移動できるし、食べ物がなくても水一滴だけで40日間も生きられるんだ。1ミリの隙間さえあればどこにだって侵入できるよ。 GoPro つけたら面白い動画が撮れそうだ。てか僕たちって放射能からも逃れたわけだし、ひょっとして最強なんじゃねえの？確かに生命力は半端ないよね。おじいちゃん、骸骨さん、それはどうでしょう？ああ。2、ゴキブリには天敵が多い。甘いってどういうことだい案内人さん？この世の食物連鎖でいうと、おじいちゃんたちがどの位置に当たるのかわかりますか？え、最強なんだからここじゃない？ププ違うよ、残念だけどここ、つまり最下層に位置する生き物ってわけ。え、嘘だろ。そういえばこの間クモ一匹に数十匹以上の仲間を食われたんだった。いただきます。ゴキー、うわー、パパ、ママー、ひー、に逃げなきゃー。ゴキブリ舞う。あ、お前も食ってやろうか？それは恐ろしい話だな。でもよ、骸骨、僕たちの敵はクモだけじゃない。モフモフで無邪気な猫やムカデ、ネズミにだって注意しなきゃいけないんだよ。
あ、かわいい猫発見。僕猫好きなんだよね。来やがったな。骸骨、今は僕たちと同じ体なんだから、のんきなこと言ってる場合じゃないよ。逃げろ。ギャー。おお、隙間に手を入れてくるから注意しろよ。3、ゴキブリの飛行。ふう、どうにか逃げ切れたね。おい骸骨、次はちょっと飛んでみようか。え、僕飛べるの？そういえば生前ビールを飲もうとしたらゴキちゃんがグラスに向かって飛んできたことあったな。それじゃあアパートの2階まで飛んでみよう。それ。うわ、なんか下手くそな飛び方だな。バサバサ言ってやがる。じゃあ僕も、それ。言い忘れてた。僕たちはまっすぐにしか飛べないんだ。うわー、猫だー。1ヶ月後。おやーおやー。私はおじいの妻です。見て、私たちのベイビー、かわいいでしょ。うわー、たくさん生まれたね。かわいいかはわかるんだ。同化のペースで20個から50個の卵を産んで、あっという間に羽化するから、もうこの家はゴキブリだらけさ。それに仲間同士でのコミュニケーションもこうやって触覚でできるんだ。え、なんだって？仲間がクモの巣にかかったらしい。なんだって？まさかゴキブリって鳴くのか？初めて聞いたぜ。意外と可愛い声だろ。でもピンチになった時が多いかな、泣くのは。ゴキブリブリアタック、ブリブリブリ。う、ありがとう。4、ゴキブリは嫌われ者。あ、ゴキブリってなんであんなに気持ち悪いわけ？存在が許せない。お、あっぶねー。人間ってゴキブリの目線から見るとホラーだな。ひとまず子供たちが隠れている冷蔵庫の下まで移動しよう。それにしても、なんで僕たちってこんなに嫌われてるんだ。そうですね、人間の DNA に刷り込まれているという説が有力です。 DNA だと？2億年前の地球上には50センチ以上の巨大なゴキブリが存在していたらしいんですね。そしてゴキさんたちの餌が人間だったという話もあります。僕たちはゴキブリに食べられてたってこと？いやー、こっちが知ったら発狂するような話だな。あなた、息子のゴキ太郎がいないのよ。どこへ行ったのかしら。お散歩にでも出かけたんじゃないのか。その頃、ゴキ太郎は空腹のため、餌を探すため、寝室に迷い込んでいました。はぁ、なんだかお腹ペコペコだ。食べ物落ちてないかな。いい匂いだ。これは。なんとゴキ太郎は、子供の口についていた食べかすを発見したのです。うまい。なんてうまいんだ。その時でした。ついうっかり子供の唇に噛みついてしまったのです。いってー。ゴキブリの噃む力は人の5倍。それ以外にも、口を開けて寝ているとゴキブリを間違って食べてしまうという都市伝説もありますから、十分にお気をつけくださいね。うわー、ゴキブリだー。5、ゴキブリの駆除方法。驚いた。まさかあそこに人間がいたなんて気づかなかった。パパ、ママ、ただいまって、あれ。なんとゴキ太郎が巣に帰ると、家族が死んでいたのです。嘘だ、どうしてこんな。そう、人間が設置した毒餌を食べた仲間が巣で糞をして、その糞をゴキブリたちが食べてしまったのです。ママ、死んだらやだよ。ゴキ太郎くん、無事だったんですね。よかった。お前を探してここに戻ってきたら、巣にいたみんなが死んでたんだ。くそ、人間め。人間って一番残酷な気がしてきたよ。
その時です。やばい、これはゴキジェットだ。殺虫剤ってやつな。みんな中にいると危険だ。外へ逃げるんだ。苦しいよ、案内人さん。骸骨さん、頑張って走ってください。まったくゴキブリめ、さっさと出てきな。一匹残らず殲滅してやるわ。ママ見て、ゴキブリ出てきたよ。やっつけてやって。いたな、ゴキブリめ。案内人さん、危ない、走って。骸骨さん、私もう苦しくて動けないです。私に何かあったら二世さんにごめんなさいと伝えてください。そんな踏みつぶしてやるわ。とりゃ人間め、これ以上僕の仲間を傷つけるな。うわっ、ママゴキブリが、ゴキブリが僕にひっついた。くぅ、私の息子になんてことするんだい。さあ、案内人さん、今のうちに逃げよう。はい、ありがとう、骸骨さん。そして勇敢に立ち向かったおじいは、おばさんによって新聞紙で叩きつけられ、息絶えたのでした。おじい、骸骨さん、もうそろそろ妖術が解けそうです。闇の世界に戻りますよ。案内人さん、おかえり。おじいさんの仲間たちは助かったの？それが、まあそんなことに。それにしても人間って恐ろしい存在だったのね。私も一緒に行ってちゃんと勉強してくればよかったわ。今からでもできますよ。え？ぷやぷやぷやのぷやぜひグッドやチャンネル登録もよろしく。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。気持ちいいなぁ。やはりお風呂は最高だね。さーて、ここは僕の別荘だよ。普段なら今から入浴タイムに入るんだけどね。何あの人、くっさ。さすがね、ジェフ。正解よ。覚悟しなさい。やれ。